ウェイウーヒュージンハロハロロマンス。6月7日木曜日、どうもルーラスです。今回は新三国無双8連試練第4話をお送りいたします。皆さん、釣りはお好きですか？釣りっていうと様々なロマンがあっていいですよね。今回の連試練も釣りに関する内容となります。様々な場所で釣りをする連師さん、果たして大物を釣り上げることができるのか。それではどうぞ。今回探索するのは孫悟の大都市建業付近にありますある景勝地なんですけども、南西らしいです。では行ってみますか。そこにあった。あ、なんだ、過ぎてた俺。あ、なんか湖がありますね。あ、そうだ、釣り餌っていうのもあるんだよな。ちょっとこれ釣りできますよね。ちょっとやってみましょうか。あそこに群生地あるけど、いいや。いいね、レンジさんの釣りの姿。魚、上質な魚、魚。お、極上の魚、お、極上の魚。オッケー、オッケー、当たりだ、やった。いいね、魚。お、当たり引いちゃった。お、いいね、これはもうこの先いいことがありそうだ。俺が有名実況者になる日もそう遠くはないか。さあ、もう目的地は近いですよ。レンジさん、頑張って登りましょう。あ、なんかでっかい岩があるな、あそこ。なんかお墓みたいな岩がありますね。ここ一体どこなんですかね。あー、読み方ちょっとわかんないな。今テロップで表示はしてると思います。 OK、 このような山に来たと。おー、あ、ここ影は一応使えるんだ。おお、いいね、ここの景色も最高だ。あ、あそこ雲がかかってますけど、あれ剣魚ですよね。おお、ここから見る景色も最高だ。おお、今度は剣魚の東側にその景勝地があるということで行きたいわけなんですけども、よし、 OK、 ここに何かわかるかな。では、この継承地は一体何なのか見ていきますか。太鼓。おお、こっから見る景色またいいですね。あ、そうそう、湖というとあれが釣りできるかな。やっていきますか。よし、さっきと同様また大物釣り上げますか。魚魚魚魚魚魚魚、上質、魚魚魚。あ、今回これだけか。じゃあ、できますか。最後にここで釣りをしていいもの釣れるか確かめていきますか。よし、 OK。 魚魚、上質の魚、魚魚魚、上質、魚上質上質。そうそう、なんか釣り餌もね、なんか高級のとか最高級のとかあるんだよな。ちょっとこれ1回ずつ試してみますか。もう何回か釣れる。魚魚魚魚、教室教室教室。お、来た、極上来た来た、極上極上、いいね。お、この夕焼けに照らされたこの湖で釣るってか、いいね。あ、錆びた、な、あ、なんか青銅感、あ、なんかペトロって見ると、魚以外が釣れちゃったな。これ高級釣り餌。あ、来た、極上魚、いいね。 OK、 極上、お、極上いっぱいある。おー、極上がいっぱい釣れた。で、ちょっと最後もったいないけど、この最高級の釣り餌使っていきますか。極上魚、おー、あ、さすが最高級なだけだって、極上しか、あ、なんだ、3体か今回。あ、そうそう、なんかこの罠ってのもあるんだよな。じゃあ、ここの付近に罠中でも設置しておきますか。おお、こんな感じで罠があると。おお、でかっ、でかすぎる。レイスさん入りそうだな。あ、入らないか、さすがに。今回の動画はここまで。
釣り餌を変えることによって釣れるアイテムもいろいろと変わることにびっくりしました。また機会があれば様々な場所で釣り餌を変えながら釣りをしていきたいですね。さて次回の動画は本格的な戦闘が始まります。果たして連氏率いる孫権軍はコースを打ち果たすことができるのか、皆様ぜひともご期待くださいませ。本日の武将はこちら、皆様ぜひとも覚えてくださいね。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はルーダスでした。チャンネル登録、高評価、待ってます。Twitter や Instagram、LINE ブログもやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。せーの、ウェイウーシュージンロマンスジョイジョイ。バー。